どうもタムヤンです。桃鉄5、5年目、今日も元気にやっていきたいと思います。元気なんだけど、この真っ黒な画面ね、しゃくり出た。状況を確認しましょう。あ、違うな、これじゃない、全体マップね。こちら稚内が目的地で、北海道にね、佐久間さん以外の3人がいます。そして佐久間さんは新潟あたりをキングボンビーと歩いております。どうした佐久間、行きましょう。収入入りましたんでね、前回私が新潟をね独占したんですよね。さあオレンジカードいこう。キングボンビーは恐ろしすぎるでしょ、逃げよう。ここの駅入るか、ニセコまとめ買いできない。あースキー場、ニセコスキー場。札幌か、あ違う、あ銀河鉄道カードだ。かの有名な銀河鉄道カード出ましたよ。あれ使えば別世界に行って、ねえ、そのままゴールできるってやつ、究極のカードだよね。こういう銀河鉄道カードとかで、あ、トラニ翼カードだ。銀河鉄道カードとか出た時に奪えばよかったんだ。なんだ、出ました。なにこれ、よいマック、オンラインでお金を振り込んでくれてもいいんだぜ。やいマックはスリの銀次だった。リンゴのマークのやいマックってことか。損害保険カードで助かったの。佐久間社長やろな。さあ新たな金庫に、なんだこりゃ、なんだなんだ、ウィッヒッヒ、パネルアタックで遊ぼうぜ。サイコロ振って1から6。はあ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 、1個ずつ壊していくっていう、あ面白いじゃん。おお、え3連続正解、正解じゃん。正解っていうか1外した。え1回外したら終わりなの。4回目で失敗だから2億。軽く言うね、2億。目的地1回入るぐらいの資金が飛んでいきましたね。キングボンビーも新しい技どんどん編み出していきますね。オレンジカード、これ多い数、もう12ぐらい出したい。どうだ、6か、もうちょっと欲しいよね。これ夕張トマムの方行ってみる。トマムまとめ買い、あーこの辺物価高い。スキー場か、何にも買えねえ。マイナスだけど、今暗いけど別に冬じゃないからね、春ですから。あ、スリの臨時、冷めたピザはいかがっすか。小渕首相のことか、冷めたピザ。大渕首相はスリの銀次だった。うーわ、ディスってますね。総理を、小渕さん、若い人は知らないだろうな。ラベンダー畑、ほうほうほう、エンマ社長いい買い物するね。農林物件無難にね。やはりライバルはエンマ社長なんでしょうね、ここまで。いやー、そんな1000万ぐらいプラスになってもリトルデビル、キングボンビーがいますからね。結構長くない、
あー赤い血ぐえへへ、お金などいらぬのだ。サイコロを10個出た目の数で金額6000万捨てる。24。あーもう物件全部売るしかないんでしょうねこれ。あ、シェルターのメンテナンスができなくなって、松本のシェルターは廃棄処分だって。独占がなくなったらシェルターもなくなるんだ。皆さん勉強になりましたね。なるほどな。稚内まで7マス。3進めるカードと5進めるカードあるから、これ可能性高くなってきたよ。どうだ、6。6だけどこれどうなんだ、どうなるんだ。あ、赤か、ここは行こうか。3進めるカード、1、2。あ、これで次ゴールです。3進めるカードで、さあゴール入るな。嘘、届かないよね。あー、あと一歩だったのに、くそー。かぐや姫かー。次の月入れたのに連続一番乗り、めちゃくちゃ悔しい。2億6000万。刀上がりカード、あ、銀河鉄道カード持ってるのは佐久間社長変わらずだよ。銀河鉄道カード持ってるのはかぐや姫か。刀上がりカードの恐ろしさ分かったからね。あ、沖縄、分かんないから沖縄、これは遠い。分かんない、乳牛ですか。あ、でも収益率高いね、やっぱり北海道の牛乳美味しいもんね。タコしゃぶも買っちゃえみたいなことか、残りのお金で。うわー、乳牛3頭でかいねこれは。かぐや姫来たね。かぐや姫も良きライバルになりそうですね、佐久間さん以外。マジかー、3進めるカードなかなか使えんね。さんもう増資してんの早いな。まだ5年目なのにもう増資始まってる。キングボンビー、そろそろ終わるんじゃない、さすがに。あ、エンジェルカード、総裁したらいいのにね、もう。天使と悪魔喧嘩しないのかなこれ。どうなるんでしょうかこれ。ねえ、天使対悪魔、ビックルマンみたいだな。あ、物件足りません。エンジェルに建て替えてもらったら。エンジェルに、ああ見る影もないですね。佐久間社長よく借金してない。ああ戻りましたか、ついに地獄終わりましたか。お疲れ様でしたですね本当に。佐久間さん、さあ明るい夏に戻ってくれました。沖縄まで45マス。ここはもうねぶっ飛びましょうね。行くぞ、このぶっ飛ぶ角度が問題だ。もう沖縄にホールインワンでもいいんですよ。どうだこの角度、結構いいんじゃないこれ。九州方面に向かっていないかこれ。どうだ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 、いい角度で、まさか、おー鹿児島に来ました。あ、でも鹿児島からフェリー出てないんだよね確か。長崎まで行かないといけないんだよな。でも九州にねえグリーン乗ったみたいな感じで。どうしたどうしたどうした、あ、何がどうなった。あ、銀河鉄道カードか使ったのか。おー、かぐや姫3連続ゴールがもう間近だねこれ。銀河
河鉄道カードね、羨ましいな。でもまだ3連続ゴールしたのは誰もいないんだよね。かぐや姫が3連続ゴールでこの年来るか。マイレージカード、忙しいと電車ですねこれでリトルデビル5匹って、もしかしたらカード。佐久間さんあんまりカード使わないね。虎に翼カード捨てるの、もったいない。あ、リトルデビル消えていった。まだ4匹いるのかよくでも借金せずに頑張ってるね佐久間さん、しぶとい。あ、武器売る。あ、松本のシェルターあったとこだね。もう松本すべて撃ったんじゃないかな。さあ8月、おいっちにおいっちに海水浴の季節。あ、沖縄まで22万3のか、結構遠いな、結構遠いな。これでも徒歩で行きますか、徒歩というかね、電車で行きましょう。初九州です。はいはい、432、ワープの駅あるねここ。4321、佐世保に入るか。あ、有田か、なんか買えるかい。有田焼き買える、有田焼き工房も買えるのか。うー、迷うな、買っちゃえ。やっぱあの毎年ちゃんと収入分お買い物するっていうのがノルマですからね。どうした？どうしたどうした？あ、記念仙人か？うひゃひゃ、わしは記念仙人じゃ。タブヤン社長は今全体を通して100件目の物件を買ったのじゃ。やった！記念にわしから望みカードを授けよう。やったー、望みカードいただきました。残り19マス、私とあんま変わらんじゃね。あ、でも全部プラスなんだねこれ。ここお金貯まるよね、銀河鉄道。エンマ社長はまあ届かんでしょう、沖縄まではさすがにね。あ、来るのかい。あ、でももう九州まで来た。あ、結構来てるね。あ、九州じゃないわ、新宮だった。まだかかるでしょ。え、望みカード使うかどうか迷うな。次のターンどうだろうね。うん、サイコロ5つもあったら5、6、30出てしまうけど最大でも私のことだからどうせ20ぐらいしか出ないよね。でも残りあと15ぐらいだと思うんだよね。あ、これまた当たるのかな。今まで全部当たってるけど。あ、外した、初めて外した。社長、しかしまだプラスっていうね、しぶとさがありますね。さあ9月、秋に入りました。沖縄まで12マス。ちょっと望みカードは温存しとこうか、帰りにね。はい、オレンジカードなんかこれ、ね、ずっと使ってるね。このオレンジカードしぶといねほい、6、でも秋だしいいか、秋だしいこう。あ、結構でかい、やば、8000まで足りるかな。このね、かぐや姫3連続ゴールというのを防ぎたいんだよね。なのでこのかぐや姫より早く沖縄に張りたい。移動進行形カードいっぱい持ってるからちょっと怖いね。あ、鹿児島まで来た、結構追いついてきた。どっちがあ、使い切った。どっちが近いんだろう。私のオレンジカードめちゃくちゃ持ちますね。
佐久間さんが一番中途半端だよね、この移動が、移動戦略がいまいちだよな、これ。行くなら行く、行かないなら行かないにしたらいいのよね。あ、でもエンジェルが変な動き、ミカエルに成長する。おお、ミカエルに成長した。エンジェル以上の幸せ、2000万。世の中金か。カード買ってきた、急行カード。ああ、ありがたいんじゃない、ミカエルの分ボンビーが使ってしまいました。いや、でもマイナスにならないね、佐久間さん。なんかあるのかな、その辺。沖縄まで6マス、惜しい。5を進めるカードだったら、まあ、6出せばいいのか。行きましょう。6、よっとー、ゴールしました。沖縄嬉しい、やりました。一番乗り、お久しぶりの3勝目です。あー、ダイバーとか沖縄やったぜ。2億6000万貧乏神は、あ、これかぐや姫じゃない、かぐや姫だね、宇宙にいるからそれでは皆さん、次の目的、よし行くぞ。まあ九州ぐらいがいいかな。ほいよ、宮崎、いいね、九州狙い通り。さあ、沖縄の物件はなんか楽しそうじゃない。おう、チャンプルアイスクリーム 100%、 いいねー、これ序盤戦。また沖縄もう一度来るときにね、ホテル買いたいよね。はい、沖縄旅行したな、リゾートホテルねおっと、総資産10億円突破、一番乗り、テレポートカードプレゼント、やったー。テレポートカード、他の社長さんのそばまで飛んでいくことが、マジで。かぐや姫のとこ飛びたいんだけど、そんなんありなのかな。うわ、贅沢だねこれ、カード。どうしよう、オレンジカードぶっ飛び、難しいなこれ選択。3進めるカード捨てようか。はい、カードちょっと使っていかないともったいないね。100億円突破ね、行こう行こう。12マス、あ、ボンビーついてんの。あ、でもこれ銀河鉄道のとこ行けるのかな、そんなことできるのかなテレポートで宇宙まで通用するんでしょうか。エンマ社長に駅弁屋渡してしまった。テレポートカード使おうか。銀河鉄道ちょっと試してみたいな銀河鉄道にテレポートできるかっていうの、ワクワクするね、ワクワク。ミカエルついてる佐久間さん、なんとか今年は借金せず乗り切れそうですね、佐久間さん。あ、ついに、そしてリトルデビルが全部消えた。おー、さあ何月だったっけ。11月ね。宮崎まで25万、よし使ってみよう。これテレポート他の社長さん選べんのかな、それがポイントだよね。使う、うん、誰かさんのっていうのは、ど、誰、え、あ、やったーあ、でも選べないんだね、めちゃくちゃリスク高かったなこれあ、ゴールする、ゴールしない。いや、これ裏技っていうかすごいね銀河鉄道に飛べましたよ、これで。だから目的地にゴールできるのは2人ともできるんだよね、かぐや姫も私も。
いや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 、やっちゃいましたね。もしかしたらカード、お、佐久間さんが珍しくカードを使いましたよ。あー、16分の1。さあ、佐久間さんの決議型知らないけど、ググって調べた方がいいのかな。どういうこと。あー、ホールインワン、16分の1ゲットした。なんて年だ、この年は。佐久間社長、ホールインワン、副賞としてダイヤモンドカード。うそー、2億6000万、すごい。なんて戦いだ。ああ、私元からそうだけど。次どこなの。もうどこかはあんまり関係ないよね、こうなったら。佐渡、あ、佐渡の金山買える。おお、宮崎県、なんか良さげな物件が多かった。早くて分からなかったけど、すげえ。シードも32億ってあるんだ。メリークリスマス、皆さん良いお年を。あ、どうした。あ、なんか L1R1 とか押したら、あ、ブーイングできるんだ。7マス、どうしよう、オレンジカード使うか。あの、佐渡行きたいんでオレンジカード使いますね。いや、ここ7出したい、頼みます。7以上、えい、6だって最悪だ。かぐや姫入る。佐渡の金山行きたかったな、残念だ。 1? あー、ゴールした。かぐや姫ゴール、私の連続ゴールじゃないわ。佐久間さんが入ったからあれか、関係ないか。もう誰が何回ゴールしたとかいうのは数えませんね。みんな2回以上ゴールしてます。いや、これかぐや姫一番ゴールしてるんじゃない、これで。結構、お、出雲、中国地方の佐渡、これ買えるんじゃない、金山。ほら、隠し金山、うわー、買った。マイナス 20% だから、10% で3000万で6000万ずつ払っていかないといけないんだけど、かぐや姫払えるのかな。かぐや姫には6000万払うのきついんじゃないの、毎年ね。え、いや、私も買いたかったな、悔しいね。あ、デビルカード、悪魔と天使好きですね、佐久間さん。ミカエル VS デビル、1800万。あ、ミカエルの方が収入多いんだね。でも先にデビルが払わされるっていうのが、ミカエルが先だったらいいのね。さあ、あげましょう、おめでとうございます。出雲まで行きますか、とりあえずゴールしとくかね。はい、ゴールしまーす。いやー、金山買いたかったね。なんかの後の楽しみがありそうじゃん。いや、出雲が嫌なわけじゃないですよ。出雲そば食べたいです。2億6000万、貧乏神かぐや姫、よし、いいね。次の目的地、これちょっと近畿とかがいいな。長崎、おー、西日本大盛況ですね。今年はまとめ買い。お、出雲そば全部買える、やったー、食べ放題。このファンファーレが欲しかった。しかもこれ8000万でしょ、全部で。安いからシェルターいけるんじゃない、初シェルター。
うん、あ、4000万、あ、これあれかな、シェルター代って総額の半分っていうことかな。4000万、もちろん作ります。青いシェルターできました。やっはーい。いや嬉しい。しかもあのかぐや姫にねボンビーをつけたのが嬉しいね。これが順番が逆だったらね、私についてたもんね。取られる、お金取られる、1000万。さあかぐや姫ディフェンスはどうかな。あ、冬のマイナス入っちゃった、9000万。いやエンマ社長悪くはないんだけど、良くはないよね。かぐや姫と私がかなりねいいからね。しかも佐久間さんホールインワン出すし、あ、ダイヤモンドカード売るんかな。あ、売らないの ?1億。ダイヤモンドカード売却しないんだ。あれ売るためにあるんじゃないの。もっと値上がりするまで持ってくということかな。1億いくらで売れるってなってたね。なんかカード手に入れたら奪ってやるぜ。さあ2月、長崎まで16マス。これぶっ飛ばなくていいね。カード、このオレンジカードめちゃくちゃ長持ちしてるね。オレンジカードでいこう、長崎まで。あ、いいよ、5。あ、カード売れば嬉しい。はい、値段ちょっと見てみようかな。プレゼントカードも売っとこうかな。これでもディフェンス系なんだよね。これデビルカードとかがあったらそれを相手にねっていう、別に売るもんはないね。買う、買収カード、すでに買われてる物件を買うことができる。めちゃめちゃ重要じゃん。豪速球カード、他の社長さんのカード叩き割る。ブロック寿司カード、ブロックカードを割る。あ、自分以外の全員のブロック寿司カード、ブロックカードを割ることができる。ああ、このブロック寿司カードを使ってから豪速球カードとか使うっていうコンボって感じだよね。星に願いよ、このカードを使うと一番近くのカード売り場まで連れて行ってくれます。あ、これ地味だけどいいね。飛び散りカード、うんち1億。うんちで1億はまだちょっと後半戦かな。これ買っとこうかな。星に願いよカード、進行形カードはオレンジカード、もう一個買っとくか。はい、これでいいや。な、1しか出ないかぐや姫、大丈夫かな。パロプンテカードだ。何が起こるかわからないパロプンテカードね。佐久間明さんと堀裕二さんが仲がいいからね、実現したんでしょうね。あ、刀狩りカード捨てる、もったいない。今作の刀狩りカードはねかなりすごいのに。え、3進めるカード、あ、ゴールしたのか。おー、展開が早いな今年。目的地がコロコロ変わるね今年は、すごいな。目まぐるしすぎるでしょ。かぐや姫、そろそろ関東とか東北北海道とかになりそうだね。どうだ、やっぱり青森来たか。勘が働きますね。あ、全部買える。うわー、これもエンマさんも頑張ってるな。これ一体今1位は誰なんだ。すげー、これはでかい。収益2倍、シェルター買わない。エマさんシェルター買わない派なのか、それともお金が足りなかったのか。シェルターって言っても独占がねえなくなったらもうシェルター壊れちゃうもんね。
ターって聞くともう Hulu で見たあのアンダーザドームがね忘れられないですけどねねドラマね、洋画ドラマ決算です。早いです。収益、あ、これちょっと楽しみだね。収益どうなった？ダントツ1位です。5億超え毎年5億入ってきますよ。どんなもんですかい。来たねこれ。18億エンマ社長に差つけましたね。今年頑張ったのはかぐや姫ですよね、やっぱりね。グラフで見てみましょうか。エンマ社長に肉薄、あ、高額物件、隠し金山。いやいや、収益マイナスになるから隠し金山。かぐや姫のこの赤いやつかな、すごい勢いで上に上がってきましたね。かぐや姫、これからが楽しみの三つどもえになりつつありますね。6年目もお楽しみに。さよなら。